ので今石崎駅に伊勢崎か到着しました。出口は1箇所ですね。ですね、伊勢崎駅、両毛線に3分ほどで乗り換えられるんですよ。ゆっくり歩いても間に合うと思うんですけど、ちょっとね今日は伊勢崎駅あまり来たことないので歩いていきたいと思います。いや暑いな、ちょっと暑いよこれ。ロータリーとかありますね。で、駅前にはベイシアというスーパーがあるようです。私軽くしかご飯食べていないので、ちょっと買えたらいいなと思います。伊勢崎って言っちゃうね、ついね。多分館内にあるやつは伊勢崎町だよね、きっと。餃子の満州聞いたことあるよ。そんな気分ではない。で、車こっからですね、90分無料だそうです。ベイシアだっけ、袋無料なの。さらに自体で2円引きっていうのは。ではちょっと見ていきたいと思います。いやアマゾンボックスもあるじゃん。ベルクスかな、ベイシアじゃなくて、間違えましたね。生ぬるい風が吹いています。なんかすごいのがいるな気づかなかったのさっき。伊勢崎もんじゃマスコットキャラクタージャローだそうです。びっくりするこれまあ大事ですよ、キャラクターは大事です。で奥まで行きませんが、自転車のマークが見えますね。暑い、ダメだよこれ、暑い。いや光が、ゆっくりできないんだよね。あと25分。あれマックあるって言わなかったっけ。あれあ、かわいい。はい、こちらが北口ですね北口やばいぞ、メインは南口だったんですね。いやすごい、誰ですかこれは。クアマル、ちょっとね汚れちゃうとあれですが、しょうがないですね。で向こうにトヨタレンタカーがあります。ダメだ、暑いよこれ。あ、ベイシアで買えばよかった、やばい失敗した。
私はバスもタクシーもあるんですね。いやちょっと戻ろう、ダメだこれ、やばいやばい、もうめっちゃ晴れてるやん。ライブ会場はねデッキの下なので、この高温の心配はありません。高温っていうか日差しの心配はないです。両毛線は上下線でホームが違いますね。ホームというか島式ホームが2つありますね。で、1、2番線が高崎方面、3、4番線が小山方面です。いやモバイルスイカチャージしとくの忘れました。昨日やろうと思ったんですよ深夜に。そしたら時間外でできなくて、移動中にやんなきゃと思ったんですが忘れてました。でもまあギリギリ間に合いました。伊勢崎止まりの電車っていうのもあるんですよね。いやー暑い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 よ。日差しがやばい、日差しが暑いよ。はい、ではですねこちら乗って高崎に行きましょう。本当高崎楽しみだな。特等席空いてるね。まあ日差し入るけど行くか。